こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではウェブのショップの中からこの5点はですね、大人の男性に使いやすいですよというものをですね、皆さんにご紹介ができればなというふうに思っています。まあ、これまでですね、ユニクロの商品の中から、特にセールのものをですね、皆さんにご紹介させていただいたりはしていたんですが、そうではなくて今回はですね、大人の男性にとって使い勝手のいいセレクトショップ、このジャンルの中からおすすめのものをですね、5つピックアップしてみたので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。僕は仕事柄ですね、リサーチで日々いろんな通販サイトを見るわけですね。 ZOZO も見ますし、楽天も見ますし、各種セレクトショップのですね、オンラインサイトなんかを結構くまなく見ているんですが、その中からですね、これは良さそうだなというものをですね、ちょこちょこ楽天ルームとかでもですね、おすすめで載っけているんですが、それを今回はですね、YouTube で皆さんにお伝えしようというふうに思ってまして、初めての試みなんですが、これが評判が良かったらですね、今後も定期的に続けていきたいなというふうに思っています。前置きはこんな感じにしておきまして、早速ですね、具体的なところに入っていきたいなと思ってるんですが、まずはですね、僕にとっては縁が深いですね、ユナイテッドアローズグリーンレーベルリラクシングですね。この中からですね、写真も見ていただきたいなと思ってるんですが、WTOクールフィールクルーネック半袖 T シャツ、接触冷感のですね、これは機能がついた T シャツなんですけども、これは使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思っています。どこのですね、通販サイトを見ても今はですね、セールの商品か、もしくは秋冬の新作か、この2択の商品がですね、すごく多いんですね。確かに、春夏の商品というのはもうですね、だいぶセールになってますし、なかなかこれから作ってるっていうのはですね、大変だと思うんですけども、かといって秋冬の長袖だとか、ましてやコートとかダウンなんかはまだ買う気にはなれないと思うんですよね。このアパレルの世界特有だと思うんですけども、かなりですね、実際の季節と新作の間にですね、季節のズレがあるんですね。これがね、もう夏、今暑い時に見るとですね、冬のアイテムはね、なかなかテンションが上がらないんですね。ですので個人的にはですね、今買ってすぐにですね、着れるアイテムで、なんか新鮮な雰囲気のものがあったら嬉しいなと思うわけなんですが、なかなかそれが少ないわけですね。そんな中、今回ですね、取り扱っている、このクールフィールクルーネック半袖 T シャツ、なかなか言いづらいですけども、これね、本当にいいかなと思います。まずシルエットとしては少しゆったりめというところで、今旬なサイズ感になっているので、実際のですね、皆さんのご自身のいつものサイズを選んでいただいても失敗がないかなと思うんですね。で、袖もちょっと長めになっていますし、身幅もゆとりがあると、あとはですね、この首元のですね、ネックのこの太さ、このリブの太さがちょっとね、太めになっているのがデザインのアクセントになっているのかなというふうに思っています。カラー展開もいくつかあるんですが、個人的にはですね、ライトブルーなんかが清涼感があって爽やかなんじゃないかなと思ってます。ホワイトもいいんですが、やっぱりね、白 T の良さっていうのは清潔感ではあるんですけども、失敗するとなんか地味に見えすぎてしまうので、ライトブルーぐらいがなんかおしゃれ感があっていいのかなと思います。あとはモカですね、モカのこのベージュよりももうちょっと濃い感じ、この感じもね、上品でなかなか素敵かなと思うので、ライトブルーにしてもモカにしても、下はブラック系のパンツで色を引き締めてあげるとバランスがいいのかなと思います。そして接触冷感ということで、肌に触れた時にちょっとひんやりとするような感じもですね、着ていて気持ちがいいかなと思うので、こういった高機能のアイテムというのもトライをしてみるのもいいかなというふうに思っています。特にですね、夏場は T シャツが主役になるので、ユニクロ U だとかプラス J の T シャツもいいんですが、中にはちょっとこういった高機能でなおかつ色の質感がいいものをですね、セレクトショップのオリジナルで買ってみるのもいいかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、お店なんかでトライをしていただければなというふうに思っています。なかなかいいんじゃないかなと思ってるんですけども、これ5500円ですね。T シャツ1枚の単価としてはやっぱりユニクロと比較すると高いかなと思うんですが、セレクトショップのオリジナルでなおかつこういった高機能のものであれば比較的値段はお手頃かなと思うので、ぜひ皆さんもチェックをしていただければなというふうに思っています。
はい、続いて2点目も、グリーンレーベルからですねそのままお伝えしたいなと思うんですが、ブリーフィンクのですねネオアーバンスリムパック、これ別注ですね。これねなかなかいいんじゃないかなと思います。結構早く売り切れてしまうかなと思ってまして、結構グリーンレベルとブリーフィングのですね別注ってちょこちょこやってるんですね。まあ、トートバッグなんかが結構有名で、僕もですねあの 僕が展開しているメンズファッションスクールというですね会員制の、オンラインスクールの中でよくおすすめをすることがあるんですけども、非常にサイズ感が別注ということでちょうどいいんですよね。大きすぎることなく小さすぎることなく、すごく使い勝手がいいんですね。でそのバックパックバージョンとして、まあ、今回も出してるわけなんですが、やっぱりこう特徴としてはオンオフ両方使えるというところかなと思ってまして、最近はねこういったバックパックというのはもちろんオフでも使えますし、そのビジネスカジュアルのシーンで、ジャケットの上にこういったものを背負うというのもすごくバランスがいいかなと思ってるんですね。ただビジネスのシーンで羽織るというか背負うか、リュックというのはあんまりですねカジュアルすぎるとやっぱりビジネスウェアとも相性が良くないんですね。その点デザインはものすごくですねシンプルですね。まあ、ブリーフィングのバッグってこのようななんかこう男らしさはあるんだけど機能的でなおかつこうデザインはシンプルというものが多いんですが、そのデザインはそのままでサイズ感がコンパクトで、ジャケットの上に羽織ってもバランスがいいような作りになっているというところが、これがねやっぱり別注ならではのところかなと思ってます。まあ、グリーンレベルはやっぱりこうビジネスウェアも含めて提案をしているので、そういった点で、まあ、いかにこう使い勝手がいいのかというところが細かく設計されているのかなと思ってます。まあ、色合いに関してはですね、僕は個人的にはネイビーも好きなんですがシャープなブラックがいいかなと思うので、このあたりは好みで選んでいただければなと思ってます。結構ブリーフィングのバッグってあのオリジナルのものだと結構高かったりするんですよ。本当ねバックパックも、まあ、素材によったりするんですけども、高いもの本当にね、この金額の倍ぐらいするやつもあったりするので、まあ、24,200円というところで安すぎないですが、なんかブリーフィングのアイテムの中では個人的にはちょっとこなれてるかなと思うので、ぜひですねこちらもチェックをしていただければなというふうに思っています。はい、続いて3点目なんですが、今度はですねナノユニバースですね。まあ、セレクトショップの中でも割とですね価格帯が買いやすいところで言うとグリーンレーベルとナノユニバース、これ2大巨頭だと思っていまして、まあ、それぞれ特徴があるんですね。グリーンレーベルの方は比較的デザインがベーシックで、なんかこう親しみやすさみたいなものを感じるのが特徴なのかなと思ってまして、ナノユニバースはちょっとシャープでモード感があって、ちょっとこうかっこよさとかなんだろうなセクシーさみたいなところもややですね感じ合えるようなデザインになっているところが両者の違いかなと思っているんですね。そんなナノユニバースが作っている、まあ、これはセットアップですね。ソロテックス4ウェイストレッチセットアップということで、まあ、22,000円で、これはもちろんパンツとジャケット両方ついてくるということで、かなりコストパフォーマンスがいいのかなというふうに思ってます。このダメリーノというシリーズがまさにねこうデザインがベーシックで使いやすくてなおかつシャープという感じのセットアップを作っているシリーズなんですけども、まあ僕の大好きなソロテックスの素材感で4ウェイストレッチも縦にも横にも伸びるというところで、まあ使い勝手いいんじゃないかなと思いますね。まあ、前回ねビフォーアフターみたいなものをやった時にもナノユニバースのセットアップ使ったんですが、やっぱりね雰囲気良かったですね。まあ、結構細身ではあるので体型にはよるかなと思うんですが、普通体型の方とか痩せ型の方にはバチッとはまるので、ぜひ皆さんもですねチェックをしていただきたいなというふうに思っています。色はねネイビーもいいんですが、なんかナノユニバースであればこのシャープなブラックのセットアップなんかが僕はかっこいいんじゃないかなと思いますね。この写真もですね T シャツに対して、あと足元はこれスーパースターかな、スニーカー白系のレザースニーカーを合わせてますが、こういった着崩したスタイルなんかにまさにですねバチッとはまるかなと思うので、このセットアップはかなりおすすめかなと思うので、ぜひ皆さんチェックをしていただければなというふうに思っています。はい、続いて3点目なんですが、これも同じくですねナノユニバースからバングルですね。シルバーのバングル、トライアングルブレスレットですね英語が読めないっていうところね、ちょっとお恥ずかしいところもそのまま流してしまおうかなと思うんですが、ブレスレットですね。これねなかなかいいかなと思いますね。まあ、インディアンジュエリーのようなちょっと彫りが
施されているようなものなんですけども、華奢で細くてなおかつなんかデザインもカビじゃなくてっていうですね、バングルってなかなかないんですよね。僕も仕事柄いろんなバングルを探してお客さんに提案することもあるんですが、意外とねいいものがないんですよ。もっと安いとチープな感じになってしまうし、やっぱりねこうバングルを探すのにいきなり2万3万だとちょっとハードルが高くて買いづらいかなと思うんですが、1万円未満でこういったシンプルかつ上品なバングルが手に入るというのは僕は貴重だなと思ってまして、このあたりをねしっかりと提案してくれるナノユニバース、さすがだなというふうに思っています。先ほどご提案したセットアップに対してちょっとこう色気を足していくためにバングルを使ったりだとか、一番最初のグリーンレーベルの T シャツにやっぱり腕周りが露出するのでバングルつけてあげるっていうのもすごくいいかなと思いますね。僕は今回2つつけてモリモリなんですけども、まあ、細身のものであれば時計と重ね付けをしてもいいかなと思いますし、太めのものだったらね1本でも存在感があるんですが、こういった細身のものを1個だけでもいいので取り入れてみると、まあ、夏場の T シャツスタイルだとか半袖のシャツスタイルが一気にですね垢抜けて見えるので、1個あると便利なのかなと思うので、これもなかなかいい選択肢なんじゃないのかなというふうに思っています。はい、続いてですねラスト5点目になりますかね。これね珍しいですね。僕の中ではあんまり動画の中ではお伝えすることがないんですけども、僕も好きでよく見ているのがですねアーバンリサーチというセレクトショップになるんですね。僕はですねルミネ有楽町店にお邪魔することがあったりだとか、あとはね結構ショッピングモールなんかにも入っているので意外と身近な存在なのかなというふうに思ってます。このブランドもね結構セレオリで使い勝手がいいんですけども、その中でエアナイロン T シャツというものですね、これがねなかなかいいんじゃないのかなというふうに思ってます。今年ね結構こういったものがたくさん出ていまして、まあ、以前ですねグリーンレーベルさんの動画の中でこういったものをご紹介しましたが、ダイワのものですね、ダイワとのコラボレーションのもの、あれも良くてガンガン活用してるんですが、もう今多分通販でも売ってないんじゃないかな、かなり人気で同様のものが見つかりにくいんですけども、まさにこのエアナイロン T シャツというのがそういった雰囲気に近いのかなというふうに思ってます。サイズ感もビタビタなタイトではなくて適度にゆとりがありますね。袖もちょっとこう長めになっていてゆとりがあって、でかなりですねこの軽量で着心地もいいというところで、これもですね、まあ、T シャツの代わりにさらりと羽織るのもなかなか雰囲気がいいんじゃないかなというふうに思っています。色はですねブラックもいいし、こうタープって読むんですかね、ちょっとこのグレーというかなんかまあ色合いがね上品な感じ、これもまたいいんじゃないかなと思うんですね。このねセットアップで組んでみると夏の着こなしが今っぽく仕上がるかなと思うので、ぜひですね皆さんこちらもチェックをしていただきたいなというふうに思っています。なかなかこういったものがね探してはいるんだけど見つからないというところで、ちょうどアーバンリサーチで良いものを見つけたので、これもチェックをしていただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画ではセレクトショップの中からですね5点皆さんにお勧めしたものをですね、お勧めしやすいものをですね、ピックアップをしてみました。どれもですねベーシックで使い勝手がいいんですが、今の季節感に合っていてなおかつ8月から9月初旬ぐらいまでは使えますし、もちろんですね来年以降も使い勝手がいいかなと思うので、ぜひですね気になる方は下にリンクを貼っておきますので、こちらからチェックをしていただければなというふうに思ってます。まあね本当にセレクトショップだとか、まあ、ユニクロだとか、これはどのショップもそうなんですけども、あまりに商品量が多すぎてその中から選び出すのって難しいんですよね。ですので本当にいいものでも埋もれてしまっていることも少なくないので、そういった良いものにですねスポットライトを浴びて皆さんにでね少しでもご提案ができればなというふうに思ってますので、これからも人気がありましたらこういった企画をですね、続けていきたいなと思ってますので、ぜひ皆さんコメントも含めてリアクションをしていただけたら嬉しいかなというふうに思っています。これからもですねこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべく分かりやすく解説したいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。またこれは余談になるんですけども、こういった各種セレクトショップのオリジナルのアイテムに関しては僕がですねもう一つ運営しているメンバーシップチャンネルだとか、あとはですね無料で見れる楽天ルームというものがあって、そちらの方でもですね結構毎日のようにいろんなものを提案しているので、気になる方はですね合わせて概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックしていただければなと思ってます。
以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。